んだあの打ち方は。全く予測できない。逆に張り付けに打った。チャンピオンのパンチを無防備にもな。貴様、どっから手が出てくるかわからねえ。無茶苦茶な打ち方しやがって。基本ができてねえぞこの野郎。ボクシングのイロハを教えてやるぜ。イロハ。体半分寝かせて打ってきやがった。仮にもチャンピオンだろうが、ちゃんと仕上がれ。ちゃんと避けるのはうめえじゃねえか。挑戦者コーナーから逃げられない。世界チャンピオンのパンチが顔面を覆うな。おっと挑戦者崩れ落ちろ。一撃を返そう。あったね、意識が飛んでたぜ。あれもらってたら。コーナーはヤバい。とりあえず逃げて。逃げてくれ高村さん。コーナー背負ったら不利ですよ。打ち合い避けるのに。高村逃げろ。そこはヤバいって。頼むから逃げてくれ。逃げん。うわ、打ち上げだ。何か策があるのか。策なんかあるもんか。みんなが逃げろって言うもんだから意地になっただけだ。バカ野郎、時と場所考えろ。いい度胸だな。余裕ぶっこいてんじゃねえぞこら。挑戦者の左ガードごとのけのらせた。高村さん、ガードを固めても伝わるその威力、これが日本の KO キングの破壊力だ。ナイス刀で。